こんにちは、橋本でございます。今日はですね、以前から大人気の最強化粧下地がさらに進化してリニューアルしたということで検証していきたいと思います。じゃん、こちらですね、マキアージュドラマティックスキンセンサーベースネオ。今回はなんとこのミントっていうグリーンが加わりまして、これが結構気になってたのと、あとどんな風にリニューアル前と後で変わったのか検証してみたいなと思ってまして、以前のもの、1年前のものなんですけれども、あるので、どう違ったのか同じ色でラベンダーさえにつけてみます。で、その後にミントとヌーディーベージュ、はい、つけていきたいと思います。よかったら最後までご覧ください。ではどうぞ。ではまずですね、このラベンダーつけていきたいと思います。なんかね、何が進化したかっていうと、毛穴補正効果を強化、そしてさらにスキンケア効果をアップしたって書いてます。使うたび本物の綺麗な素肌へって書いてるんですよ。なんで体感でどんな感じかね、レビューしていきたいと思います。容器は変わらないと思います。大きさも一緒、はい、デザインが若干ね変わってますね。こっちの方が今年の分です。テカリ、かさつきをダブルで防ぐ、かさつきも防いでくれるっていうことなので、塗ってみてね、体感します。で、使うたび潤うスキンケア効果って書いてるので、これもねちょっとだけ時間経った時の感触とかね、レビューしていきたいと思います。そして SPF 値は変わりないですね。 SPF50 プラスの PA4 プラスで最高値になっております。ではこっちが旧タイプ、こっちが新タイプをつけていきたいと思います。まずね、新しい方からつけていきます。こんな感じですね。あ、色の比較もしてみます。上の方が旧タイプなんですけど、変わりないですね、お色味は。はい、あ、ちなみに乳液までしか塗ってないです。あ、もうなんか、なんやろな、広げた瞬間にすごい、なんて言うんですか、あ、華やかって感じ。ほら、でも最近ほら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 ってほらってすごい言うよね私、すいません。もうちょっと多めにつけてみるね。こんな感じ。旧パッケージはトーンアップって書いてたんですけど、新パッケージは特にトーンアップとは書いてなくて、ラベンダーとしか書いてないですね。で、私去年もパープルって白くなるんじゃないかなと思ってどうしようかなって悩んだんですけど、このパープルは白浮きしないんですよ。すごい透明感が出て、少しだけのトーンアップなので、顔色がすごく綺麗に見えるかなと思いますと思って去年は買ったんですね。なので今年も悩んでる方、ラベンダーいいかなと思います。お水、はい、最強でございますね。見えてるかな、見えてる、めちゃくちゃ弾いてます。ついてないですね、全然ね。じゃあ昔のタイプの方ね、塗っていきたいと思います。ちょっとしっかり手は拭きますね。香りはね、もう変わりないと思いますね。今日目から下だけすっぴんです。断然こっちの方がいい。あのね、サラサラ感は去年の方があります。でもサラサラしてて潤ってる感じ
がします。今年の分は、ハレーションを起こすような明るさではないですけれども、去年の方が明らかにそのトーンアップっていう下地ですね、明るくなってます。こっちも若干明るくはなるんですけども、私こっちの方が好きですね。もちろんね、お水はもう、はい、間違いなく入ってきます。はい、こんな感じで、なんかね、わかります、透明感ありますよね。こっちの方がほんのりトーンアップしてるけど透明感があるっていう感じで、被膜感がねないです、あんまり。こっちは去年のは若干まあ塗ってるますよみたいな感じはあったかなと思うんですけど、良きです。ほい、じゃあ次ね、グリーンとヌーディーベージュいきます。ではこっち側にねグリーン塗っていきたいと思います。これねすごい気になってたんですよね。ちょっともともと赤みがある方とかはグリーンいいかもしれないです。はい、あ、もうすごい綺麗みんな迷ったらマキアージュでいいんじゃない。今年は目の周りはね避けてくださいね。グリーン感とかも全然ない。ちょっと待って、やっぱりこっち新しい方のパープルもつけてみようかね。色の比較いると思うんで、ほんまにいいです、感動してます。ビースの時点で白く浮いてると本当にね、あの写真撮った時とか真っ白に浮いちゃうことがあるから、これぐらいの透明感とトーンアップ感は大人女子にも最高だと思います。こっちラベンダーいきますね。綺麗すぎ、あ、わかる、ほら並べたらやっぱりこっちがパープル感わかりますよね。こっちがあの黄みが強いので透明感と赤みを消してくれる、うん、と思います。私黄みが強いというか赤みはそんなにないんですけれども、このちょっとこうなんていうのかな、ニュートラルな感じ。こっちはパープルって伸ばしていくとちょっとピンク寄りに、薄くピンク寄りに傾くので、こっちの方が顔色はよく見えるかもしれないですけれども、薄く頬に赤みとか気になってる方はこっちでもいいと思う。透明感欲しい方、いや透明感は両方ともあるな、赤みが気になる方、うん、なんか透けたような肌っていうのかな、冷たそうな肌っていうのかな、そういうの作りたいとき、どんなときやねんどんなときそれ。はい、次ベージュいきます。ほい、ベージュ、こんな感じ、伸ばすと透明かな、もう、うん、特に顔色問題なくて色素とかも気にならない方、これでいいと思います。ニュートラルな透明感と毛穴をスッとカバーしてくれる、あの本当に潤ってる感とそのスルスル感、被膜感ね、カチャカチャ特有のがあるんですけど、リニューアルされたの分かります、本当にね、これニュートラル、うん、え、みんないいと思う夏汗だらだらの日、ディズニー行くねん、ユニバ行くねんっていう時はこれいいんちゃうかな、うん、崩れへんと思うっていうことでございましたよかったら参考にしてみてください。はい、ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。